彼は実は、コロナの 前かな、2年前ぐらいに台風の被害がひどかった年があったのを覚えてられるかもしれないんですけど、川越の方でも、うん、あの川が氾濫しちゃって、あの老人の施設がこう浸水しちゃったっていうニュースが結構世界中に流れてたんですけど、でその老人ホームにうちの実は父親が入っていて、うん、その時はもう 2,3 日電話も取れないような状態だったんですけども、まあ、ものすごい被害だなっていうことを実感した時で、うん、その何日か前にちょうど近くの入間川かな、川沿いの公園に行ってみたんですけど、その時見た光景を絵にしたものなんです。で、まあ、要は洪水の後だったので、あの木がもう根こそぎこう倒されちゃって、もう根っこがあの天に向かってこう突き出しているような状態のところを見て、うわすごいなと思って、まあそれを絵にできないかなって思ったのがきっかけなんですけど。なるほどなるほど。で実際描いてみると、うん、なんだろうな、描きながら思ったのは、その形が根っこが天に向かって伸びてる様が、あのなんか竜がこう天に向かって吠えてるような風に見えたので、それでまあ方向っていう描いてみたんですけども、まあ、恐ろしい自然の恐ろしさみたいなものを描きながらも、でも描いてるうちにそれがなんかやけに美しく見えてきて、うん、その相反するような気持ちをもうそのまま出してしまうかなと思って描いた絵が、はい、まあ、大それたことを言ってるけど、まあ描いてる時は本当にそれがもう美しいと思って描いちゃってるんですけどね。前もって何かテーマを決めて描くっていうのは僕のやり方ではなくて、むしろ、まあ、昔はある程度ね、こう作品こういうふうに描くって決めて、構図まで全部決めてからモデルさんにこういうポーズしてくださいってことを一時期はやったんですけども、どうもそうじゃうまくいかない部分が見えてきて、モデルさん自身の中から出てくるものをからこっちが触発されて絵を描こうっていう感じになってるんですけど、あの絵はいろいろ動いてもらってるうちに出てきた自然なポーズだったんです。なんか この椅子だったかな、じゃなかったかな、あの手と足グニュグニュっとこう絡まっちゃってるような状態のが、そこの手の部分がすごく面白いなと思って、何にも、なんだろう、ある種無意識に出てきた形っていうのがすごく綺麗だなと思ったところから始まったんです。でそれがまるで鳥がこう木に木の間に止まっているようなそんな形に見えたので、描きながら背景の壁の部分にこう、なんだろう、ちょっ と鳥の羽の形をしたようなこう、なんだろう、汚れというかな、あの痕跡みたいなものを作って、あの明らかに羽っていう形じゃないんですけども、よくよく見れば羽にも見える、だからこれから飛び立とうとしている鳥のような、鳥なのか何なのかは分からないけども、そんな形に作品を作っていったっていうことです。あの絵もたまたま出てきた坊主なんですね、あのモデルさんがとても、手足のすごく長いモデルさんで、確かファッションモデルをしていってパリの方でしばらく活動したりしてた方なんですけど、あの事前に動いてもらってうちに出てきたポーズで、その手の動きというかな、スラッと伸びた手の形がものすごく綺麗で、そこから何か絵にできないかなというところから出発したんです。女性を描くことが多いんですけど、ただその女性のイメージが優しいとかそういうよりは、生き物としてのなんか力強さみたいなものが描きたいんだと思います。初めに何かテーマがあって、これを伝えたいってものがあって絵にするっていうよりは、僕はむしろ外からの刺激に触発されて描きます。なんともない日常の中から触発されて絵を描くことが多いです。だから僕のアトリエ見てわかるかもしれないですけど、モチーフだなってモチーフがダーッとこう専門に置かれているようなところは特にないんですよね。ほとんどが自分が使っているようなものの方が実は多くて、それがいつの間にか自分にとってリアルになった時にモチーフになったりする場合が多い、うん、よく聞かれるんで、どんな音楽聴いてるんですかって、まあ、かっこつけて言う時はあのバロック音楽が好きですみたいなこと言うんですけど、実は好きな音楽ってずっと聴いてると繰り返し聴いてるとやっぱ飽きちゃいますよね、うん、まあ、結構いろんなもの聴いて
実は音楽だけじゃなくて最近はネットフリックスのドラマとかを BGM 代わりに聴きながら絵描いてすることもあります。そんなことしながら絵描いてると思うとちょっとイメージダウンかもしれないですけど、実際のところはそんなこともありますけど、ある時こう立ち枯れになっちゃった木があって、それを切ったものを燃やしてる時に、なんか年月が経って多分何十年っていうかかって育ってきたものが朽ち果ててって、それを燃やしていた姿を見た時にはものすごい凄みがあるなって言って、なんか時間の塊みたいなものを感じて、そこから絵にできないかなって思ったっていう感じですかね。生まれは僕横浜の都会だったんで、こっち引っ越してからどのぐらいなのかな、そろそろ20年にはなるのかもしれないですけど、むしろそれが新鮮で、なんか命が循環してるっていうのがすごく実感できるんですよね。なんか木が育って朽ち果てて、次のそこから芽が出てくるみたいな循環みたいなものを感じるようになって、そこから芽ができてくることが多くなってきます。10年ぐらい前に1年間ヨーロッパに行って、レンブラントの模写をしてきたりして、向こうで美術館に行ったってずっと展開が見てきたんですけど、それ行く前にはまあ、リアリズムっていうのをやっていながらも、ただ一生懸命こう細かく描くっていう絵をやってたんですね。でも向こう行って向こうの絵を見るときに、あ、それだけじゃないなっていうことを思って、リアリズムだけど別に全部説明する必要なく、むしろ説明しないからこそ出てくる空間みたいなのがあるなっていうことを感じてから、比較的短時間で描くオイルスケッチっていうのを始めました。で、向こうの古典絵画なんか見るとき結構そういうのが多いんですよ。一日でささっと描き上げてるのは、もちろんそれは本画としてというよりは注釈として描かれたものが多いんですけど、その中にものすごく魅力があって、もう筆のタッチだとか、そのスピード感だとか、緩急自在なね、筆の動きみたいなもの、そういう魅力みたいなのを目覚めて、まあ2種類やってるわけです。だからしっかりじっくり描くものと、ある程度、時間を決めて、その限られた時間の中で何ができるかっていうことの2つを書き分けてます。で、それが今両方がこう刺激し合いながら新しい絵ができてきてるんじゃないかなとは思ってます。油絵の具って乾きが遅いっていうのが一般的にはそのデメリットの部分として言われるんですけど、実はそれが一番の長所の部分でもあって、ゆっくり乾くからこそ乾かないうちに絵の具を画面上で混ぜ合わせたりね、ぼかしたり自由にトーン、明暗のトーンを作ることができるんですよね。だから乾きはね、まあ早すぎても描きにくいし、遅すぎると今度は次の作業ができないしっていうんで、その辺はその調合しながら調節していきます。自分のちょうどいい具合に。あとは一番僕にとって大事なのは絵の具の粘りの強さで、サラサラの油かドロッとした油かによって全然こう絵肌も違うし、出てくる表情が違うん でそのあたりを自分で作ることによってちょうどいいところに持っていってるって感じです。作家で言えば僕にとって一番大きな影響を与えたのはレンブラントです、まあ、ここにある2枚のが実際に向こう行って模写してきた作品なんですけど、その絵を中学生の時に画集で見た時にすごいやっぱり衝撃を受けて、なんだこの光は何だったの、このなんか絵の具の表情みたいなのがね、どうしたらこんなになるんだろうなみたいなことからやっぱり入ってきましたよね。やっぱり光が大事なので、安定した光が一日中入るように、まあ正確に北じゃないけど、ほぼ北向きの窓にして、窓の面積をやっぱ多く取って、柔らかい光、伝統の光っていうのはやっぱり一点から出てますけど、こういう自然光っていうのはこんだけの広い面積がうわっと入ってくるので、やっぱり圧倒的に綺麗ですよね。その部分にはこだわってます。あとは素材かな。木も床もなんていうんだろう、木材を使って全く塗装してない状態ので使って、自然に古びていくようにしようっていうふうにしてたりとか、あとは壁は漆喰の壁なんですけど、ちょっと家の土を少し混ぜてみたり、あと職人さんと一緒になって、
職人さんが綺麗に塗って僕がそれを汚くして仕上げるみたいな感じのことをして、まあちょっと素朴な感じの壁にしようかなとか。特定の場所はないんですよ実は。だからふとドキッとさせる瞬間に出会いたいっていうことですよね。それは実はこの近所かもしれない、今年の夏ぐらいかな、で彼らを招待して一緒に展覧会をしようという計画を今しています。だからこの今のウクライナ情勢の中で特にロシアのセルゲイさんなんかが出品してもらえるのかどうかが、はい、分からないんですけど、できればそういう機会がこれから持てたらなと思ってます。定期的に毎年出してる展覧会がいくつかありますけども、今のところそれくらいかな。本当は個展なんかも開きたいんですけど、まだちょっと作品に溜まるまでに、ね、遅い時間がかかりそうです。